マルキリドライブ進めるよ。リンカさん、退院したんですね。怪我はもう大丈夫なの？うん、もうすっかり。お姉ちゃん、本当に心配したんだよ。回復するのは割と早かったんだけどね。いろいろ検査が必要だって言われて、そのまま入院してたの。だから怪我の方はもう全然平気なんだ。退院したらすぐに戦うって決めてたから。え？ゴーザンゼ先生、私もこのまま定期戦に参加します。もちろん許可します。理事長様からも連絡を受けています。はあ？何言ってるの？ダメダメ！お姉ちゃんは病み上がりなんだから、戦闘なんて絶対にダメだってば。だから病み上がりじゃないんだってば。検査の間、病院の施設でトレーニングしてたくらいなんだから。でもせめて定期戦が終わってからにしようよ。定期戦に合わせて退院したのに、それじゃ意味がないでしょ。だってね、クズリュウからも何か言って。あれ、クズリュウどこ行ったの？なんでそんな隅っこに隠れてるのさ。ああ、うん。リンカ、よく帰ってきたな。もう、うん、大丈夫。そうか、それはよかった。何も言わないで。お、とっても強い相手だった。私たちは全力を出し切った。それで十分だよ。自分が未熟な点も分かったし、これからどうするかの方が大切じゃない？ああ、そうだな。ももちゃん、私のいない間、ランカちゃんを守ってくれてありがとうね。そんな、私はランカを守ってなど。ランカちゃんと一緒にいてくれた、それが何よりも嬉しいの。リンカ、ぜえ、お姉ちゃんにはかなわないな。よかったわね、無事退院できて。活躍は聞いてたよ。小春ちゃんとバイオラちゃんも随分と仲良くなったんだね。ええ、あなたとランカさんのおかげで。私は別に仲良くなんてしてないんだからね。な、何を、そんな目で見ないでよ。ああ、はいはい、私と小春はペアを組んだし、なんだかんだでランカのおかげだわ。いろいろあったけど感謝してるし。バイオラさん、ほら、あの、おかえり。おかえりなさい。ただいま。リンカさんは皆さんと合流できたかしら？理事長様。はい、定期戦にも間に合いました。体の調子はどう？おかげさまで戦える状態まで回復しました。理事長、いくら怪我が治ったからって戦うのは早いと思います。大丈夫よ、危険だと判断したらすぐに止めるし。そもそも定期戦への参加を許可しないわ。ちょっと心配しすぎじゃない？そんな弱気でゴーザンゼ先生を倒せるのかしら。何よそれ、それとこれとは関係ないよ。あるでしょ。ない。勝負どころで躊躇するのはランカちゃんの悪い癖だよ。あらあら、珍しいわね、この二人が喧嘩するなんて。そうだ、私面白いこと思いついちゃった。私もですわ。いいこと？
バッチリ戦えるところを見せつけて妹さんを安心させてあげなさいな。なるほど、それはいいかもですね。どういうこと？私とランカちゃんが戦うってことでしょ。面白そうな企画ね。では私はランカのエクスターに。私はリンカさんのエクスターを。私とバイオラが組むの？相手がお姉ちゃんと月影？光栄に思いなさい。お姉さんは私が全力でサポートしますから安心してくださいね。わかったよ。やればいいんでしょ。やれば。さて始めようか小春ちゃん。久しぶりのドライブだというのに落ち着いていますね。うん、みんなと一緒にいられるのが嬉しくって。では双方用意はいいわね。試合開始。行こうか小春ちゃん。リンカさんよろしくお願いします。私たちなら負けっこない。遅刻遅刻。お待たせ。私を待たせるんじゃないわよ。まあまあ楽しく行こうよ。やっはい。ぶっ飛べ。よくないか。あったちょろいな。は
ね、これでどう？これは痛いよ。やべえ。もうや。あかん。甘く見ないで。てりゃ。決めろ。これは痛いよ。もう動けない。よし、いっちょあっかりよしよし、いい感じ。少しずつだけど強く慣れてる。はあ、やっぱりブランクが響くね。負けるかと思っちゃった。お姉ちゃん、本当に病み上がりなの？言ったでしょ、もう平気だって。確かに強いけど、お姉ちゃん息が上がってる。やっぱりまだどこか辛いのかな。どう思いました？正直驚いたわ。どんな変化があったわけ？入院して強くなれるなら病院は大繁盛よ。精神的な変化だと思います。ベッドの上でいろいろと考えたんでしょう。リンカさんはやはり私たちに匹敵する力を持っている。あ、そしてリンカさんの才能はまだ開花しきっていません。もしあの才能が咲き開いたら、きっと。小春、あなたやっぱりまだリンカのことを。心配しないで、私の気持ちは変わりません。バイオラさんと一緒に戦う、そう決めたんですから。これからもずっとそうしたいと願っています。小春、そうね。ごめんなさい、変なことを言って。いいえ、嬉しかったですよ。